付受付になりますね。各種三浦半島の旅宿三崎宿の、はい、まあ、何個ある3つあるんですけど、本日はここ江戸の裏宿行きます。すべての宿のここチェックインはここですから、はい、ね、行ってみましょう。もうすぐだからこれ切らなくていいじゃないですか。行ってみます。ここがまあ三崎の商店街になりますね。はい、三崎港の方です。三崎港ありますからね。さて、ここですね。外観こちらです。では、お邪魔します。はい、はい、はい、もうこの木の、はい、木の香りが。もうどこが見どころ？まずはこっち行く？順番に行きましょうか。ここ、これはだからもう金塊が入ってる金庫じゃないですか。いや、それあそこにあるから。世界一古い金庫だから。あなんかカラ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 ってやるやつがある。触らないようにこっち行きますか。じゃあそこで汗で上げてみて。開けます。すごいねこれね。お風呂になります。急に、おお、急のお風呂。あ、あ、火の木のヒノキのいたしますね。直でバーベキューデッキとつながってるっていうね。はいはいはい。もうちょっと後ほど行きます。後ほどね。これ結構広いよ。いや、これ何人で入るのっていう。これ小1時間いけるよね。まあここもつながってるんで、こっちからまたちょっと戻りますね。さあ続いては、続いてはまあ1回か、ここ2回また上がるとこあるんだけど、上がったよね。まず1回これ、それはトイレですね。それはトイレですとね、まあ、一応トイレですよっていうね。このどうですか。正解は一応落ち着いてできる。落ち着いてできます。すごいね。いいですね。あ、ごめん。ここがのすさまじい、なんか何これ。これはサミットを行う。この一枚板はきっと高いやつだね。これはかなりすごいね。すごい、かなり高級ですだよね。テレビも相当スクリーンでかいですよ。まあ、これなんかね、見ながら、うん、ワールドカップだね、これね。ワールドカップ見て、見たやろうね。これすごいよ。この階段あるけど後ほど行きます。で、こっち、あ、うん、でも要するにこれもここ直通で、ここにも職人さん来てくれるんでしょ。まあ、呼べばここに職人さんが寿司を握ってくれると。板前が。そういうのも寿司なりステーキなりなんなりと。すごいですね。これはね、すごいね。ちょっと待ってください。ちょっと今素通りしてたから。ちょっと待ってくださいね。これはうちね。川島直美います。川島直美そこにいます、はい。これはなワインセラー。ワインセラーと氷なんでしょうか。氷ね、はい。これはもう氷を入れて、あそこアイス風呂でしょ。アイスバスやってから。アイスバスや。それちょっと楽しい。これには楽しい。いやでもこれお酒には1日は絶対使い切れないよ、ね。もうだって自動でもうガンガン出てくるもんね。一番欲しいやつだよね。ここがすごいよ、サミット。いいよね。これは収納系がやっぱ、この階段のこの収納がすごい。階段どこ収納が。階段が薬箱。今日56多いですね。行きます。ちょっと階段急なんで気をつけてください。ちょっと気をつけてください。こちらが大砲も跳ねのけるぐらいの分厚さの窓ドアね。すごいすごいすごい。ちょっと待ってくれ、すごいぞ。どういう、これはもう仁王像とかの中にやるやつなんよ。これは仁王像とかのこのケランのやつですね。風神雷神入ってる。すごい。これヨギボー。それヨギボーですね。本当に良いわ。あ、こちらがだからその商店街側ですね。ですね、そちらがあります。はい。いい木が出てますね。防御力すごいね、これ。防御力これは、防御力高めの壁が。ここがだから、いい質ですよ。質になります。すごいね。これ、いいですか？いいですよ。
いいですか。どうぞどうぞ。ダブルだもん、ダブルベッドが2つ。あーあーあーあこれはノンストレス、首も全然痛くない。すごい、これいい感じですか。いい感じですか、うん、やっぱりこう昭和のね、なんか本当に古き良き香りもするので、いい匂いすごい、すぐ、ね、あの夢の中に行けそうです。匂いがします。こういう一つ一つのこういうすごいんですよ。ちょっと待って、そう、え、ちょっと見て、ここ、え、またなんかさ、なんかこう隠していくか、またなんか荷物置きかなと思いきや、ここ、これ何、荷物置きじゃないの。どうぞ。ちょっと待ってください、芥川いました。芥川いました。芥川のここで作品を書いてた。これは何なんだろうね、すごいよね。書斎付き、書斎付き、すごい書斎、ここ超いい、むしろこれは YouTube 編集するときね、なかなかできるよね。編集したことないけど。えっていう感じですね、こっちの2階はね、こちらのお部屋は、はい、はい、あの奥の2階行きますから、はい。これはさっき質問したけど、すごいですよ、これ。ちょ、そこを開けて外見れるんですよ。ここで一杯飲みながらできるでしょ。街の様子が見ながら、しかも一枚ちゃんとあるから、そうなんですのかな。浮いてできるってことね、うん。これはすごい。いや、まだ終わってないよ。向こうの2階ある。はいはいはい。行きます。行きましょう。これはね、歴史しかないね。こんな広いと。誰が住んでたの？キッチンの横を上がってきます。ちょっと見えてますけどね、なんか少しちょっとなんかすごい映画ちょっと洋、ちょっと洋じゃないですかこれ。和洋和洋です。ちょっと待ってください、これ野村萬斎の練習場じゃないですか。ここはちょっと待ってください、すごいな、またこれ全然さっきの寝室と違うよ。ここにもありますね、おわん半木工結構なこれ。うわ、これ朝ビールだな、ここは。朝ビール、これ朝ビールです。朝ビールだね、朝ビールです。あ、さっきの向こうの寝室とこうね、向こうの寝室も2人でしょ。2人です。ここも2人、2人で、ここも2人だからね、そこも2人です、ね、2人というか、なんなんていうの。うわ、こっちもある。うわ、もう照明もこれ、照明かっこいいですよね。かっこいいな、これ直接ね、当たらないように。うわ、ちょっと、いいですか。いいです。またここあー、1階の方が、あの、あったかかったね。まあ、ここは落ち着いてできますからね。はい、本当にこう触れるね。こちらは、まあ、寝室メインって感じだね、こっちはね。こっちはですね、大人が、まあ、寝て寝てっていう感じだね。あとも稽古した後もすぐ汗を流せる。稽古場所じゃないです。稽古場所じゃないです。いやー、すごいすごい。えぇ、ー、じゃあテラスに行きますか。テラス、そうだね、はい、じゃあ一回そこで、はい、じゃあこちらに。はい、はい、はい、この中庭に今来まして、ね、広すぎて疲れちゃったからちょっと一回エネルギー入れます。では乾杯。エドゥ、エドゥ、いや、これね、いつもの3倍増しだわ、このうまいね、うん、ここでバーベですよ、これはバーベだね。でもここは本当に東京の金持ちの人たちがあんまこう謙遜から、秘密裏に遊びたい場所だよね。都会のね、謙遜から離れて、うん、東京から1時間で来れるし、もうそこのさっきの入り口の目の前に多分もう車ボーンとつけて入ってくれば誰にも見られないままここに来れるっていうね。そうね、うん、セキュリティは高いですよね、うん、これお値段は一晩、今のところプレオープンで出してる金額はちょっと日によって変わっちゃったりするんですけど、ああ、ハイシーズンとか、はい。まあ、大体2万5000円ぐらい。まあそうだよね、うん、だから
ここはね、安い場所じゃないんです。いや、でもね、全然来ますよ、私が、うん、東京に住んでたら。そうだよね。うん、だから特別な感じで来れる場所だよね。うんうん、お料理とかはさっき言ったけど、整えはだからそこに呼んで。職人をね。どうするか、皆さん。だから、このね、見てる視聴者の友達とかでね、三浦、泊まり来る人だし、で、もう最高の贅沢をしたいという方は、ここっていう形ですよね、だからね。いや、だってさ、三浦って食？うん。マグロを食べに来たりとか、あと、ま、普段、みなし県の人たちとかが来て、で、ここに宿を予約して帰ってくる場所がここって最高でしょ、うん、なんかご飯食べて酔っ払って帰ってきてすぐ寝るのは明らかにもったいない。そう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 。もう半分ぐらいでこっち帰ってこないと気分いいぐらいで帰ってきてもう一回ここから、うん、ここで飲みたいですよね。うん、そうなんならもう私はやっぱあの浸かりながら飲みたいですね。ああ、いいよね、お風呂に。だって露天風呂じゃん、これ開けてるから。露天ですよ、だ冬は冬でいいかもしれないこれ。うん、うん、いやこれ本当に正直な感想です。すごい場しか出てこないんですよ。あのさっきねあそこで説明した3つ、これあれですね、松竹梅になってますね。ここ一番最上級です。これお松ですかね。ここお松です。まずね、本当は梅から行くところはもう先にこれ行っちゃいました。我慢できずにこっちから来ちゃう、来ちゃいましたから。3家族で来るのがちょうどいい。私こっちで寝るわとかって、いや俺こっちで寝るわとか、おーいとかって言ってさ。え、調子悪い、調子悪い。せっかく来たのにもう全然もう会えなかったよとか言ってね。あれね、ちょっとね、調子悪いね。詳細は概要欄にてチェックしてください。はい、あとしっかりね、あのいいねと、いいねと登録してください。MF チャンネルを見たで、ちょっとヒノキの香りが増します。いな、ま、MF 見てきたんですけどって言われたらなんかないですか。そうだね、なんかないですか。それだからコロナプレゼントして、じゃあ MF チャンネル見たでご予約された方は漏れなくコロナをプレゼントします。コロナ人数分、はい、はい、いっぱいプレゼントをさせていただきます。そうだね、私たちの直筆サインも入れるかもしれません。調子悪いんで終わります。では、いってらっしゃい。江戸です。なんで江戸なの。江戸時代。ええ、はい、それでは本日また宿シリーズ、前回ここ大好評だった、今回は古民家の旅宿ですね、はい、これもここからすぐですかね。そう、歩いて、うん、そうだね。じゃあちょっと向かいます。行きましょう。これはマジか。来ました、こちらが古民家中。じゃあ行きましょうか。行きます。よいしょ、ね、やっぱりちょっとすごくいい作品が並んでますね。すごく晴れてるね。かわいい系。かわいいですね、玄関に。うん、まあ、ここはいきなりだけど、トイレだね。うん、ちょっといいですか。はい、いいです。トイレからスタートするっていうね。あとなんかすごい。よいしょ。すごいね。生かした。無骨な壁がいいですね。逆に。あ、ここまであれだからね。外だから。ここまで。あ、そうです。ここ、土足エリア。土間というか、はい、なんていうの。すごい感じです。あの、僕好きです、この。これ目の前にポパイがある。まあ、ポパイ注文できます、ここで。ポパイに世界で一番近い宿です。あ、ポパイから。ポパイ。ここもすぐポパイだから。これはもう何人もね、うん、座れますので、うん、はい。いいよね。かっこいいですね、ここね。囲んでやっぱ座れるっていう、ね、うん、宴会、宴会できますね。で、そして世界で一番でかいグラスはここにあります。これウイスキーです。それでは冷やすんじゃない？そういうことか、そっちか、そっちか、ブラシじゃないの。そう。そしてまたこちら出ました、薬箱。もともとこの宿が金物屋さんだったんですよ。だからこういう収納が結構多くて、ちゃんと残してるわけですね。そうです、そうです。そのままあれば、うん、食器もあるし、うん、IH があるから、そうです、そうです、鍋とかもできるってことね。そうなんです。楽しいね。これだからもう、プチサミットはできます。プチサミット。
ちらで、うん、テレビも見れるしね、酒飲みながら。おせんべいパキパキってやつね。いいね。かぶち揚げもね、食べてね。この和の雰囲気が。ここもなんか見たことない。あ、またこの最強な防御。防御を受け止めるんだけど。すごいよ。ここが一応寝室。そうです。あの、鷹の花の手形あるよ。鷹の花の手形。鷹の小錦とか、いるよ。千代幕寺すごいですね。ここは、何誰がセック初セック。グリーン火山そっち何廊下いや、ここはね、あ、これ後ろ、後ろ。どこ？これ全然どこかわかんない。どこっすかここ。あ、この通り通んないよね。うん。でこっちが。すごい畳のいい香りが、ね。おお、おいおいおい、いいじゃん。ここに急に。はい、こちらですね。なんかもうもうちょっと どっち行ったらいいのかっていうぐらいあれだけど、こっちですね。ここもシャワー、オンリーシャワー。あ、これはシャワールーム。オンリーシャワーですね。はい、でも広い脱衣所が。でこっちが、うん、なんか見て。ヒノキ風呂。しゃれてるね。やっぱ香りしますね、いい香りが。うん、しかも、この独立のこの2面の。ここしゃれてるね。そうです。やっぱ女性が2人いても朝、こっちの準備ね。これ。いいですね。こちら、あ、はい、こちら。あ、もう、あの、すいません。お願いします。これは何でしょうか。また、失礼します。座りやすくね。はい。これなんかすごい。ここもなんか、木の。うんすごいね、中に障子が。これは素晴らしいですよ。トリシーズみたいになっちゃった。いや、でも、いいね。トイレが2つあるっていうのは、すごくいいですよね、うん。あのね、これも喧嘩しないでできますから。うん、はい。はい。じゃあ。じゃあ、あ、その階段をね、うん、皆さん、気になったと思うから。気になってる階段がありますが、ここにこれはもう岬でしか味わえない傾斜の階段です。どれ変形性膝関節症の人は無理です、これ無理ですかこれはすごいサスケぐらいの傾斜ありますよ。しかし、これを味と思えるか。ピアトじゃんね。1、2、3、4、5、6、7、8、9畳あるかも。本当は9人ですね。ですね。やっぱ畳がいいね。うん。あの、掃除。掃除の畳がいいです。ここは布団敷いても寝れるし、ここの中が。これ寝室。2階の寝室ですね。はい。これは、おなんかイケレンハムナプトラ出てきましたけど。何のエジプトの歴史のある鏡だね、うん、エジプトの鏡がありますよ。いや、そう落ち着くね、うん、ここいいね、うん、あのまたこの間の江戸の、ね、宿と違った落ち着きの感じはありますよ、うん、ここも3家族ぐらいは余裕で泊まれるっていう感じだよね。すごいいいですね。またこのね針がもうもう存在しない針だよ、この階段もそうだけど、この当時のまま使ってるところがあるっていうのは。これはもう、すごい。無理だろ。今からこれ作ったりするのは。これ相当な。NF のあの秘密基地のところもこんなじゃないですか。これそうすごいっすよね、これ。すごいよ、針。マジで。素晴らしいよ。これは布団のとこ入ってるところですかね。そうです。ね、この降りるのだけ気をつけてください。これは、朝マジでちょっと待ってください。ちょっと足がやられてる時はこれ危ないですかなりよし、よいしょ、まあ、じゃあ一旦こんな感じで土間リビングに移ります。はいはい、はい、ということで、うん、まあちょっとね、一通り見させてもらいましたけども、うん、泊まりたい今日からでも、うん、ぜひぜひ。ここ楽しそうなんだよね、ここはね。とにかくうちの店からは一番近いかな。近い、うん。これ、お値段とかは どんな感じなんですかね。ここ、まあ、そもそも一棟貸しになってて、で、マックス6人まで。うん。
6人まで泊まった時で1人、まあ、平日休日繁忙期変わっちゃうんだけど、一番安い時に1万1000円とかまでなんです。うん、1万ちょい、1万ちょい、1万5000円の間ぐらい、うん、大体って感じかな。そうですね、2人で泊まった時に大体1万5000円ぐらい泊まってもらえる、うんうん、そうね、うん、2人だとちょっとね持て余すね。まあこの間の江戸のプライドもそうだけど、うん、でもあれっすよ、ここ結構2人で来るお客さんで、うん、前も泊まったことあるっていう人が、うん、あ、ここがいい、また2人で来て、ここいいもんだ、意外と、うん、なんかこう 一軒家だけど2人でもまあまあ、うん、まあ、そこはもう結構稼働してるんですよね。山田屋の上が一番古い、一番古いです、うん、ただ結構山田屋とここタッチの差ぐらいです、ね、うん、そうだね、ちょっと後ぐらい始まって、うんうんうん、まあイメージとしてはやっぱこう2家族とか 3家族とかできてワイワイやるっていうのが一番いいかな、うんうん、本当ね、お祭りの時とか陽一の時とかここ撮ったら、うん、それはめちゃくちゃ楽しいよね。争奪戦よ、もう、うん、すぐ待ち合わせ、その日はめちゃくちゃ値段が多分上がります予約もすぐ埋まっちゃいます、予約もすぐ埋まるよね、うん、なんなら前の年に埋まっちゃうんで、うん、じゃあ来年もってなっちゃうよね。そうですね、花火と陽一と花火、陽一、祭り、そうですね、らへんはだいぶ賑やかだからね、うん、うん、がね、やればいいんだけどね。ちょっと前まで今いるこの土間リビングが使っちゃいけなかったんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです、うん、消防の関係で、うん、で、それが緩和されてこういう風に改装して、うん、こんだけ広く感じるような、いいよね、そう、うん、さらに生まれ変わる。そうなんです。で、実はさ、この真上がさっきの上のベッドの部屋、うん、あそこも使えなかったんですよ。へ、うん、もういろんなあるんだね、その辺のね。そうみたいですね、うん、いいね、こうね、何？何プレゼントする？ここは M チャンネル見たで、ポパイの辛味噌ラーメン。それもう俺らが注文したいけど。勝手に。まあコロナビール？うん、コロナビール、まあ。コロナビールですね。うん、やっぱり、うん、コロナビール。お届けします。特典で、うん、あの MF チャンネル、 MF チャンネル見たっていうのと、あとちゃんと登録画面見てくださいね。そのダブルだともう。お届けします。お届けします。はい。気分によってはチャーハンもつけていきますね。うん、はい、うん。で、一緒に飲みます。鈴木の焼き。鈴木の焼き。なんか MF チャンネルにもしね、出たければ、出てもらって構わないですよね。あ、そうだね。特典として。うん。MF チャンネル出れちゃうって一番特典じゃない？そうだね。一番もう、出たくても出れないからね。で、ここは、古民家の旅宿。はい。まあでも、俺は好みによっては、ここがね、マツになる人もいますよ、うんうんうん。で、次回は、山田屋、リゾロだね、うん、を紹介していきますので。はい。はい、その辺も、交互期待ということで。はい。はい、では、は、です。はい。締めさせていただきます。せーの。いってらっしゃい。はい、本日は、乾杯。宿の、紹介の第3弾ですね。3弾ですね。はい。ここ行きます。で、ここです。ここ行きます、ね。ここはもうここなんで。ここのここなんで。なんでね、はい。すぐですから。行きます。これね、テイク2なんです。テイク2、え？テイク2なんですよ。いろいろとありまして。行ってみましょう。無視。行こう。行こう。じゃ、入り口はね、こちらになります。ここですから。入りますよ。はい、こちらが玄関ですかね。もう匂いがもう玄関です、ね、夏の合宿の匂いだった合宿感が味わえるということですね木の匂い、木の匂いなんだよ。ああ、これは合宿切り紙、キュッて切り紙のような匂いがするね、うんうん、で、こちらにですね、キッチンの神様がいらっしゃいますね。調子は悪いです。神の神様にシャモジみたいなのがあります。シャモジじゃない。このね、すごい膝に優しい階段登ってきます。ここは電気ないんだからね。膝に優しい階段、もともとないんだって。そうそうそう。だけど。すごいですよ。これもすごい情緒が。この辺も。木の香りが。情緒しかないし、はい、ここに静岡県富士山がありますからね。あ、こっちから行く？あ、こちらですね。ちょっと待って、ちゃんと見た？ちょっと空室？あ、大丈夫ですね。空室です。入ってないね。お風呂ですね。はい。綺麗。これ綺麗ですね。これどこ？これ港側が見える。港側が見えます。まあちょっと難しい。難しい。港側がね。ちょっと待ってください。
ちょっと待ってください。3人一緒に洗顔です。前回も聞いたな、これな。誰と誰と誰だ。亀田光輝、大輝智樹ですね。亀田じゃなかったけど、前回は打ち手です。まさと、秀と、カズと例えてたけど、まあ、構いませんね。一番左だけちょっとね、ここをちょっとずらさないとっていうのがありますけどね。はい、で、こっちも行っちゃおうか、先にね。恒例の。恒例のがあるんで。何ですか、これは。はい。トイレですね。ちょっといいですか。次回行ってください。いいですか。お願いします。いいですか。まだこの便座ブロックがあったかいっす。もうしょ、そう、翔太君いない。だいぶ離れたとこで今もう。被害を最小限にしたようか。落ち着いてできますから。落ち着いてできますね。落ち着いて。いやいいですね。さあ、向かっていくと。ベッドルームですよ。はい。ここが。あ、畳の上に。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これ今前回ちょっと待ってください。前回も見たな、これなんか。ちょっと待ってください。ブルース・リー先生がいらっしゃった場所じゃないですか、これは。ブルース・リー先生の。ちょっと出てきたんだよ。でも、そう出てきたわ。ブルース・リー先生。いいですね、うん。トイレ行ったから、そう出てきたよ。はい。これでまあ、ジークンドの練習もできますと。で、ここなんていうの、まあ、今ですか。今まあですね、よく私の単語でプチサミットですよね。左下の場所ですね。ということですよ。落ち着く。落ち着くね。これはだからもう、うん、なんだっけ、100年前のことでソーシャルディスタンスってありましたけどね。うんうん。この感覚を取れますか。で、いらないか。久々に見たソーシャルディスタンスとか。うんで、さっき、トイレまでのね、うん、これ、何ができるんだ、これ。なんかできる？あ、うん。なんか、ガラスになってんだな。そう。だからなんか、なんだっけ。これも前回やったな。前回やったな、俺も。やってるうちに思い出してくるけど、マジで。え？ダメだ。この2回目って手だと全然、1回目も面白くなかった。さらに面白くなかった。いや面白いけどね。2回目はね、あれですよ。でも前回も言ったと思うんですけど、やっぱりもちろん若い人もそうですけど、ちょ年配の方にもかなり優しいというか、いいよね。まず階段もめちゃくちゃ優しいから、うん、他の2つもあるけど、膝痛い人がいるときはここ一択ですね。階段的に意外とこういう、まあ、畳で割っているところって、うん、探そうと思ってもそんなに、うん、ない県内ないないです、真面目な話。こういう上のね、これなんていうの、こういうの欄間すか、欄間欄間って、あ、これはちょっと違うか、2分の 1? いいよーって思ったけど、ね、これが何回ぐらいのあれなんだけどこっちはなんていうんですかね、あの上の障子、上の障子ですね。天井高いね、うん、天井高い、うん、うん、掃除て手順が高いんよね、うん、多分ね、うん、ここ全然飲み会できちゃうのよ、ここで。そうね、ここでね。これ実際にうちの奥さんが友達呼んでね、名古屋時代の友達呼んで、はいはいはい、実際使ってます、ここ。お気に入りで、うん、みんなすごい評判というか良かった。まあここで酒盛りをね、うん、女子会したみたいですけど、いいよね、そういう飲み会とかの。ここで東京オリンピックの開会式はここで見ましたから、お酒飲みだからね。そんな記憶がやっぱあるね。結構こじんまりしてるけど使い勝手はやっぱいいっすよね。いいよね、綺麗だし、はい、トイレも綺麗だし、飲むとかあるし、うん、これはあれですか、うん、何人用とかありますか。これはまあ、ベッドが2台なのでマックス一応4人ですね、うん、22って感じです。ポットンとベッドですね、はい、でここはまあ朝一までも一番近いからね。パッと朝一行くから、朝一もやっぱ早いじゃないか、4時とかもうね、本当に交通公共機関使わなくても、うんうん、行けるわけだからね。一番こう三崎港に近い宿というか、うん、いいんじゃないですかね、うん、
ぜひ。これ、ね、特典ですか？うん、はい、コロナビール、またしても。コロナビールですね。うん、はい、出前をいたしますので、言ってください。ぜひこの MS チャンネルを見て泊まるっていう人が現れるのかっていうところですけどね。現れるでしょ。じゃあ最後に特典をドドンと発表して、締めましょうか。うん、はい。コロナビール。コロナビール。はい、サービスしますので。うん、このグッドと登録ですね。はい。ここの2つ。そしたらもしかしたら我々が届けに行くかもしれないということです。火曜日であればマストで届けに行きます。はい。おそらく。これはレアですよ、火曜日は。ということで。ということで、締めたいと思います。はい。では。今度はちょっと待ってください。ちょっとネガティブ消えないようにということですね。はい。今度は消えないように。消えないようにね。じゃあ、締めます。はい。はい、よっしゃ。山で。シュリアンド。本日は、宿シリーズ。宿シリーズですね。大好評の大塾本日になりますね。デデン。で今日は、ちょっと宿全体を撮影できるということなので、ちょっと紹介をしていきます。どうぞ、はい、どうぞ。階段がたくさんあるので、ラウンジで拍手してください。やりたいだけだな。それ好きっすね。やりたいねー。拍手に温めてください。はい、ここでちょっと階段。階段が少し急なんで。階段は多めですから、膝が悪い人ちょっと気をつけてくださいね。トイレがありません。ポンポンと。はい。ちょっと、試していい？はい、どうぞ。どうぞ。本陣。じゃあ、再開の方に。ここをね、ちょっと呼吸ですけれども、登りながら来てください。一人ありますんで。全5部屋ありますので、はい、全部紹介していきます。3階に1部屋です。まずここですね。はい。これは最高の部屋ですね。どうぞ。はい。これはすごい。はい。ヒノキの。すごいですよ。ヒノキの香りが。一応オーシャンビューとなっております。あら、一応ね。一応3階でもオーシャンビューです。あ、ビューだね。ビュー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 。ここでも寝れます。ここでも寝れます。それがマッサージ機になりますね。マッサージね。はい。首。やば。結構強いっす。いい。いい。いいです。あ、待ってください。ちょっと待ってください。おら、アイアンマンいました。何それ。アイアンマン。それ何？目のマッサージ。そこのマッサージ？はい。すごくない？これですよ。これよ。ボタンは？どこにあるのボタン？待ってよ。ちょっと待ってください。なんか、鳥のさえずりも聞こえますけど。リラクゼーション音楽が流れるらしいです。ちょっと待って、これすごいよ。なんか、順番にすごい。すごいすごいすごい。いいんだろうね。で、これは宿泊者の人は、自由に。自由に。すごいね。高齢価値あるよ。すごいわ。じゃあ次行きましょうか。そのあ、ごめんなさい。それはちょっと。戻します。次ですね。これはドクターエアっていう会社が、はい。え、アイアンマンありました？このドクターエア。ありますあります。ええー。あ、こっちですよ。はい。すいません。はい。あら、はい。いえ、こっちリーファー軍団があるから、この工程で、もうこの辺は使い放題ですね。リーファー。で、この無添加の P に優しい。一番いいやつ。一番いいやつ。これは出せないよ。一番いい。北海道です。これ最高ですから。一番いい。どこに注目してんだよ。ここです。これはもうすごいよ。え、これは何？何型？自由型？黒い？何の時のやつこれ？それは。どこに飛ぼうこれよ。これよ。まあそれだもんね。これよ。最高ですね、これね。すごいね。行こうか、次。はい。こんな感じです。こんな感じです。3階はこんな感じですね。はい。はい、次4階。401です。基本的な構造はちょっと違うけど、内容ほとんど3階と一緒ですね。そうですね。ちょっと部屋の形がちょっと違うんで、ね。錦が。
認識があります。いい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 い。波動が違うよこれは。なんかちょっと待って。どうぞ。なんかこれ見つけるの早いですねそれ。無言で来ないと面白くないのよ。ここもオーシャンビューです。さっきよりも全然レベル高い。1個ね。やっぱ、1個高いからね。ちょっと、じゃあ、ちょっと待って。4階なんで。あー、だいぶ奥の方まで。うん。少し良くなってますね、高さがあるんで。そうなんだ。ここが、うわこれはまた、あ、なんか、これです。え上から見えるとこ？あ、ちょっと、今日。いや、ちょっと奥がもう、電気じゃん。基本、ちょっと形はいろいろ違うけど、似てるというかね、同じような感じで、最高だよね。ああ、もう、整い椅子もあるから、整い椅子がここに。あ、整い椅子、ね。整い椅子、うん。サウナじゃないこれはでも気持ちいいですよ。まあ、太鼓の音も聞こえてきますよ。ちょっと待って、いや、俺、ここ一人でお風呂入って、これ聞いてたら、カットカットですよ。はい、行きます。何やりとトイレがさ、トイレがちょっと部屋から離れてるのかね、これね。そうですね。平沼がうんこするときにブリブリの音が聞こえるっていう気にするから、それ。ここ使おう。5階はそれで3部屋ありますんで、回っていきますね。それ何なんだろう。501です。でも前編はやっぱいいよね、このダブルベッドでしっかりと大丈夫俺のコメント色が違う、今あってくる怒られるここもちょっとトイレ距離あるんで大丈夫ですこれブリブリマン大丈夫大丈夫ですブリブリマンこういうね、あ、お風呂ねこれがすごいですよいいかビューがはい、これ多分聞こえるでしょこの部屋が一番景色いいんじゃないですかね。うん。そうだね。でもあっちもいいんじゃない？でもやっぱこの雰囲気とこの松井の音聞いてたら。だからカットカットなよ。はい。じゃあ次行きまーす。行きまーす。大体でも作り終わってんだよ。これ、天然の足つぼマッサージもついてるんで、ここ、話してあげてください。ここ。天然の足つぼ。ちゃんとした宿でしょ、ここ。ここは、俺らがふざけて。めちゃくちゃちゃんとした宿ですすいませんはい先ほどからずっと普通に来てますけど皆さんこの隠れゴールドコイゴールドコイ探してくださいねこれミッキーみたいに言わないですか隠れゴールドコイコイがもうちょっと分かんない隠れゴールドコイ最後エドウィンですねエドウィンおー、あ、エアコンもついてる。まあ最高ですね。ちょっと待ってください。ここ、うちの玄関より広いです。こう、オープンがね。ここで。あー、最高だね。最高だよ。これ最高だ。ここは天空が上がらないんだね。で場所、多少、ビュー。多少違いはありますけど、ほぼ同じです。結構ビュー。うん。あ、見えちゃったよ見えちゃっただいぶビューだね今コロナとしても撮れてなかったし、うん、あすごいビューだねちょっと怖いです撮りますあこれはビューですよこんな感じで5部屋、まあ、どの部屋かのクオリティが高いです高すぎますここちょっと高級なんで彼女もね奥さんとか、ちょっと喜ばしてあげたいなっていう人には、もうめちゃくちゃおすすめです。椅子止まりなんで、食事とかはでも下町めちゃくちゃ美味しいとこたくさんあるんで、それはホテルのフロントの人に聞いてください。よく知ってますから。ここに行って、ここに帰ってくれば十分です。うん、帰りファミリーマートでストロングゼロ買ってください。十分です。太鼓の音聞きながらの。うわー。ほら、たまらんでしょ。屋上はまず景色がいいんですけど、まあ、このキッチン、鉄板2台と、まあ、洗い場とあって、まあ、ここでパーティーできます。貸し切りの人はね、最高っすよ、これ。
やっぱこういう高級な宿はいいですね。気持ちがね高ぶるというか、疲れてリセットするときにも大事ですね、うん、都会のね喧騒に離れたい人はね、近いからねそれが一番いいんです。みんな田舎行きたいってなるけど、ちょっとやっぱ長野とか遠いなとかあるじゃんね、うん、ここ東京から1時間ですから、すぐに来れる。でここは混んじゃうんで先に言っときます。週末まず基本的に結構混んでます。で夏お祭りの時期とかやいろいろ混みますんで、もうほんと早めに予約した方がいいですよ。早めの予約が本当に取っとかないと、おい早めの予約がということなんでね、これ、はい、MF チャンネルを見たで、恒例のねコロナビール、プレゼントさせてもらいますか。恒例のね、恒例の、うん、だから夫婦できたら夫婦2人にコロナビール1本ずつプレゼント。なんかちょっとこの宿に合うかどうかわかんないですけど、我々からのお気持ちとして、うん、その MF チャンネル見たでですよ、コロナビールを1本ずつね、夫婦できたら1本ずつとカップルで1本ずつとプレゼントしますので、ぜひ早めに取ってね予約ね、本当に埋まっちゃうんで。ということで今日は本陣紹介動画でした。じゃあ降ります。おいでやす宿シリーズです。宿シリーズです。今日は、はい、新しいとこできたんで、ちょっと今からちょっと歩くけど、はい、行きます。ちょっと歩きます。ちょっとね、時間かかるから。これ入れてたんですね。ぎっくり腰。ぎっくり腰の影響で。着きました。徒歩8歩です。ランジ10歩です。山田屋のそのフロントからね、ランジ10歩です。ちょっとね、フラってあれですけど、葉山商店。わわ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 。すんごい。すんごい。これもう本当初見ですから。これはいいね。これはいい。いやこれ前蕎麦屋さん何回も来てるけど、ちょっともう全然違うね雰囲気がね。アイランドとまで言わないけどちょっとつくついてるけど。ハンアイランドですね。ハンアンライドハンアイランド。キッチン。ハンアイランドですよ。ここがもう。ここでいやこれもう絶対ワールドカップここで見る。まずねここでねちょっとくつろいで。最高やん。荷物をね。はい、今ここ置いときますんでなんつって、じゃあちょっとここにすごいね、ここはまず超いいねつって、ここリビングですね。リビング、はい、リビングダイニング、ダイニングか。素晴らしいですね。これ斬新ですもん。キッチンの後ろにテレビっていうのが、そうですね、ここがねリビング的な、そうダイニング的なリビング、そうだけどくつろぎながらテレビも見れると、これはまあ特にお酒飲む人は最高じゃないですか。飲みながらちょっとね、居酒屋だよね、星崎、あらららららら右星崎が存在されるこれはもう、割り放題ですね。何をアイシング、ちょっと待ってください。ここになんか歴史のあるものがありますよ歴史案件ある、歴史があります。これこれね、こいついたな、こいつ前もお酒たくさん乗ってたよね、これそうっす、あそこでね、はい、これはいた誰いた、観音開き、はい、はい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 、素晴らしいですいいね。なんか照明の感じもいいね、うん、おしゃれ、おしゃれがすぎる。じゃあちょっと進んでいきます。はい、ね、冷蔵庫もあって奥ね、これもちろんこれフリーザのフリーザのポットがありますけど、これマッサージ、ナメック星から帰ってくるやつ、そうです、地球に。でここから1段ね、ここはもう綺麗になったな。うわわ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 わ、なかなかいいところにしかない細の鏡がありますね細のこれいいところにしかないですから、細の鏡は。すごいな。いろいろアイシェルもねありますし、三崎塾といえばこのヨギ坊さんが、はい、ちょっと確認していいですか。あ、そうそう、恒例のやつね、心地ね、ちょっと確認します、心地を。こう膝にも優しいね、これ低いからいいね、はい、よいしょ、よいしょ、起こして一緒です。あとはここはここがなんかもうすごいよ。ちょっと待ってください、もう触っちゃいけないような、あれこれ見たことあるやつあるよね本陣のとは違うのよりちょっとちっちゃいのミニバージョン、そう作られたパワースポットですね、うん、ここにちょっと1日財布置いとけばもう倍に増えちゃうかも。はい、そっち行かないの、そっちは大丈夫、そっちは何もない、そうだ、
こっちはあ、どうぞ行ってください。こちらね、いい映画。はい。ここですか？こトイレですね。はい。これのこれの。あ、トイレよろしく。はい。いつものやつ。はい。そうですね。そうそう。失礼します。あ、出ちゃう。気持ちよすぎて出ちゃう。今日はちょっと特にやばいです。特にバラのちょっと引いたところに、はい、これはちょっと待ってよ。何ですか？ちょっと待ってください。何ですか？ちょっと待ってください。何ですか？何ですか？ちょっと待ってください。何ですか？あうるさいって。これはすごいね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。もうどう？ちょっと待ってください。池がね、池上十字路さんいます。池がすごいね、これね。うわ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 、冬なんかここでもうこうですよ。そうですね、うん、お前またこう見る。え、マジ？俺今冗談で言おうと思ったら出てきた、下からすごい、ね、物音でもうこの声たちはしっかり餌付けされてるんで、あの人が来たら寄ってくるっていう仕組みになってます。仕組みになってこれがもうすごいね。このシリーズのお風呂大活躍、大活躍ですね。俺もここ入ったらもう本当に、ね、もう我々絶対ここにね、さっきも言ってた、うん、この三崎宿関連はお風呂にこだわりが結構ありますね。そうですね、仕上がってます、お風呂とにかく。この今夜ですけど、僕は絶対朝風呂も入ります。これもし泊まったら、うん、朝いいよね、日差し。いや、いいよ、これいいよ。ネクストルームちょっと向かいますよ、はい、ラストルーム行きましょう。すごいね、はい、葉山商店時代は多分誰も知らない部屋ですね。そうだよね、俺もね、ほとんど行ったことないんだよね。そう、そこはこの辺まだね、そうイメージできるんだけど。どうぞ、行きますよ。はい、よいしょうか、行っちゃいますよ。これこれちょっと待って、まずね、三崎名物急な階段が直ってる気がするんだけど。直しましたね。名物の急階段が、あ、全然優しくなってる。おっと、うわ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 、住めるよ。うわうわ、これまただからここに一人住めるよ。二家族用ってことですか、これ。こっちと私、これベッドなんじゃん。これベッドじゃん。そう、これは引き出せばソファーベッドになります。天井高っ。これはすごいな。あとここ見逃しちゃいけないのがオーシャンビューです。はい、ここがオーシャンビューです。今夜だからちょっとね、どっち読んだからちょっとあれですけれども、もう三崎港バッチリ、三崎公園、うん、あ、バッチリだ、うん、バッチリ、バッチリ。このオーシャンビューは最高ですよ。ちょっと確認したんじゃないですか。ちょっと大丈夫です。これ役割あるんで。このちょっと2回目、そうね。リベンジ待っちゃう。2回もね。リベンジの機会をやっぱ1回と2回ちょっと違うからな。感覚がね。うん。よいしょ。あ、低いのいいですね。畳の上にベッドってのは新鮮だから、ね、すごいいい感じですよ。あー、やっぱり、あー、そっち。シーパップ、シーパップ無呼吸。これ何？ドクターエアのフットマッサージ。ちょっと体験してた。フットですか。お、いいよ。こう足が長靴みたいにまず入りますね。エアの強さ、この赤にしてるからこのマックスタイプ。一番強いの。あ、いい。いい。これいい。おお、ちょっと待って。マジでこれ結構。何？支え。何ですか？これはね、強さだから一番強いからね。そこそこの足つぼマッサージ師ぐらいの威力があります。この赤にすると。ちょっと赤はちょっと、ほんとお疲れの人は気をつけて、朝は。青、赤、緑あるんで。いいね。ここはもう、だからもう心身ともに、体も心も、うん。最高よ、これ。もう、疲れを癒しましょうっていう気がすごいね。うん、この三崎塾さんは。なんか、過去一面白くなかったな。全然滑り倒せたな。なんとかなる。は
はい、今回は、葉山商店、宿ということで、紹介したのはだから山田でしょ、蔵宿、蔵宿、あと古民家、4つ目じゃない4つ目で、本当は5つ、本当は本陣があるんで、本陣の方が先にできてるんだけど、これまた紹介、はい、そこはね5部屋とかあるから全く泊まりがいないって時はなかなかないから、ね、そうなんですね、取るの難しいんですけど、隙があればやりますし、はい、1回やったのがお蔵になってます。そうなんですよね、お蔵さんです。ふざけすぎちゃって、ね、お蔵さんですよね。でもよかった、いいですね、うん、でここがまたすぐ流行るんじゃないですか、うん、ちょうど先月からということで、そうです、うん、まだほやほやですけども、特典ありますか。コロナビールでしょうね、出ました、はい、まあ、コロナも終わっちゃったけど、まあ、コロナビールでしょう、ね、コロナビールですね、うん、結構来るんだこれね、このチャンネルで結構来るのとかなんかいいよね、うん、バカにしたもんじゃないよね。コロナビールとあとビッグストーンのそば、ビッグストーンそば、ビッグストーンもいないです。それそカットだからそこ。我々のね YouTube NF チャンネル見たらもうコロナビール、我々がいれば我々は行きますけど、まあいるときはあんまないね、はい、ということで今回は、今日は受けたな、すごいことになってるよ今。じゃあ笑いの渦がします。はい。本人も自信なし。編集お願いします。はい。今回は久々に、ああニューヤドが、あニューヤドをね、このスタートはうちの店から。ここから近いんですか？もう現場は秒です。これを秒と言います。ちょっとついてきてください。これを秒と言いますから。秒とか言ってますけど。はい。いろんな時はラジやんないんでね。曲がったら見えちゃうから。あ、これね。すいませんですか。あそこですか。あそこです。わ、楽しみですね。結構ちょっと間空きましたからね。そうだね。最後撮ったのどこ？葉山か。葉山頂点。いやまあでも出たのは本陣の後ですね。そうか。YouTube。そうかそうか。こちら流線です。入り船です。はい。失礼しました。入り船です。じゃあ行ってみましょう。はい。このドアですよ。重厚な。失礼します。あ、うわまず1階やっぱこう仕上がってますね、玄関部分ですね。ここは一棟貸しだけれど、まあ2人とかではね、そうですね、来たりとかカフェで来たりした時の、はい、まあ、広さ的にも、まあ、2人でこれはいらないよね、うちにくれないこれ、はい、これ、はい、欲しいです私。こちらも座り心地が良さそうですよ。いいね、でテレビあってね、ですね、ここ見て、うん、これは何のドアでしょうかね。ちょっと失礼しますね。はい。バスルーム見てみます。はい。バスルーム。お、バスルーム。やっぱり。いやいやいや、出た。やっぱりこちらね。このグループはこれですよ。ちょっと待ってください。どうぞ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待ってください。何これ。輝いちゃってんじゃん。パワースポットありました。これ何？ハッピースポットありましたこれ。これはもうなんか身につけてるものとか浄化する場所ですよ、ここに置いて持ってくんないこれ。これはいいですね。何代わりイメージングしてる。やっぱりご夫婦お友達もいいんですけど、やっぱこうカッポーもいいですね。カッポルで来るのも、うん、これはもうちょっと最高だなこれ、やっぱりいいですよ、うん、っていうのも、あっちょっと、あれ、あ、ちょっと、今の強弱わからないけど、ちょっと待ってください。はい。公園のね、いいですか？はい、どうぞ。失礼しまーす。ちょっと久しぶりだからね、緊張しちゃって。あ、危ない危ない危ない、リラックスして、危なかった。はい、で、ここで IH でね、ちょっとお料理とかも行きたいとか。うん、12分だね、はい、ホールね、本当に。お酒飲むとこの時いいよね、うん、では、はい、ちょっと2階へ行きます。なんかもういい匂いしてる、畳の匂いがする、畳の、やっぱ仕上がってるないかな、あー三崎塾さん、はい、仕上がってます、はい、天井も高くて素晴らしいですよ。でまたこうね、ヨギボ寝心地はどうですか。寝心地はちょっと、じゃあどっちにしようかな、どっちにしようかな、よいしょ。ああ、今日もいっぱい飲んで、明日もね、三崎港、いっぱい回るから、今日は早く寝てね。寝てよ。しっかりね。よいしょ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 。
方は編集でお願いします。最低が1ミリも入ってない。ちょっと下に座ってちょっとね、ちょっとお話、はい、ちょっとはい、よいしょ、よいしょ、はい、ということで、ね、今回ってきましたけども、今日のこの場所はやっぱ友達とかさっき言ったけどね、誘いやすいかなっていうところがあるかな、うんうん、まあ友達3人とかでもいいかもしれない、2人とか最大な何人ですか。ここは最大3人です、うん、最大3人、はい、宿泊料金とかはシーズンによってって感じですか。シーズンによってそれはまあ公式ホームページになりますんで、ですけどね、うん、で、これはまあここが入り船なわけですから、はい、この説明しとくのね、下町はこうやってこう住所に載ってる名前じゃないんですよ。お祭り、ね、なんていうのお祭りの地区なんだよね。そう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 、これどんどん増えてってますね。これ、うん、何個目ですかこれで。これが、棟でいうと部屋でいうと10部屋目になって、はい、棟で10部屋なんだね。そうですね、棟でいうと5棟目か、ね、泊まれないとねしょうもないから、うん、2歳来てもらって泊まって夜ね飲み屋とかでお金をしてもらってねっていう人に来てもらうというね、はいはいはい、ということで今回はなんか特典は特典はやっぱこう「NHK チャンネル」みたいなもうコロナビルでしょ、はい、はい、で我々がいれば漏れなく持ってくる時があるかもよって、今は一回も実現しないです、これは一回も実現してないですよ。いればでも意外とね、もう見てきてくれる人いるから、うん、ありがたいよね。結構やっぱり予約入れたりとかしてから見てくれて、うん、それもあるね、もう知ってますみたいな、うん、人は結構います。この紹介動画で、ね、大事だよね本当に、はい、このシリーズはね、いいよね、ここが座った場所だよとか言ってね、聖地、いや俺らのことは全然意識してないと思う。あ、してない誰がやろうとかはね。失礼しました。ということでぜひ三崎下町来てください。夜楽しんで泊まったらね、あとはもうこの朝食とかご飯食べるとか全部ここに載ってますんで、インフォメーション夜もね、はい、載ってますよ。これを見たらもう解決しますからね、はい、お楽しみにしてください。はい、さやさんね、ということで、はい、します。はい、いってらっしゃい、入り船来てね、来てらっしゃい。